これすっごい気になるわ。おはようございます。今日もやってまいりました。今日はですね、かなり昨日よりもいい天気で、すがすがしい朝を迎えています。すがすがしいのはこの天気のせいだけじゃないんですね。登録件数が200到達いたしました。ありがとうございます。ちょっとしたことが嬉しい今日この頃というか、いいお年頃なんですね。これからもですね、いろいろこだわってやっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。さて今日はですね、いろいろな、そうですね、質問もありますが、普段一般レッスンやジュニアの指導にあたっていて気がついたことについてちょっとお話ししていきたいなと思います。明日からですね、私はアメリカフロリダ IMG の方に、ジュニアの、コーチング引率で行きます。でその後、ダブルスのですね、まあいろいろについてお話ししていきたいなと思います。一つ一つの細かい技術のショットはですね、これまでもやってきましたんで、まあ、おさらいも含めてですね、いろんな、ダブルスにまつわる内容をですねお伝えしたいと思います。それでは今日はですね、ちょっと気になった点、気になっている点についてお話ししたいと思います。私がですね、普段見ていて気になっている点は、打点がですね、どうしても近くなるんですね。途中まではいい感じでボールに入っていってるんですけども、最後結果的になんかちょっと近いんですね。でそうするとせっかく綺麗なフォームや、バランスもいい感じで入っているのに、打点が最後近くなるせいでスイングのブレが出たりですね、ちょっとこうのけぞって打ってしまったり、もしくはこっちにボールが飛んでったりするわけですね。回り込みのフォアだって近いせいでですね、なんかわーっと逸れていく、まあ、これがですねすごい気になっているわけです。じゃあどうしてですね打点が近くなるのかなといろいろ考えてみました。以前ストローク編でお話もしました。打点の作り方ですね、まず、相手が打った瞬間にどの辺にボールが飛んでくるかというボールの軌道をちょっと見ないといけません。そしてボールがバウンドする位置を予測してボールに近づいていきます。でボールに近づいていくと左手をですね、フォアの場合は左手をやっぱりちょっと距離感取るためにうまく使った方がいいんじゃないかなと思います。そしてボールに近づくにつれてちょっと細かいステップを入れて合わせていく、まあ、こういう感じのですね、打点の作り方を段階を踏んで練習していかないといけないなというふうに思います。一番いいのはですね、球出しで、ボールを打っていくというのが一番簡単な打点の作り方の練習です。例えばどんな練習がいいか、これは前後打ちがいいかなと思います。まずはその場にボールを出してもらって、ボールが飛んでくるところ、それからボールがバウンドするところを予測しながら、だいたいどの辺に来るかなっていうのを探りながらですね、ボールに近づいたり入っていったりします。そして左手をうまく使って、最初はですね、左手でポンとキャッチしてから落として打つというやり方もありましたね。そしてボールの中に入りながら軸足をセット、これも大事ですね。ボールの位置と軸足の位置がやっぱ離れてると当然打点は遠くなります。近づきすぎるとなります。この左手とこの軸足をうまく使って距離感を取っていきます。そしてここで軸足でタイミングを取ってボールを、まあ、打っていくわけなんですけど、結局打つときにこうなっては嫌なんで、この左手とこの軸足の距離感を探る練習を前後打ちでやっていきます、まあ、こういう感じですね。後ろ前に
ボールを出してもらって練習するのがいいのかなと思います。今度、IMG にいた時、ひょっとしたら錦織選手がオフで来ているかもしれませんね。錦織選手すごいとこたくさんあります。その中の一つにすごいなと思うところは、あの速いラリーの中で打点を一回グッと作って、さらにタタタタって動いてですね、作り直して打つ場面なんか結構あるんですね。例えばリターンでもバックの方に来ました。でリターンは1、2で打っていきます。で1で入って、あ、ボール来てないなと思ったらですね、そこからステップをうまく合わせていくんですね。この技術はすごいなと思います。ボールが飛んできました、打点を作る、さらに細かく動いて打つ、これは球出しのボールだとやりやすいんですけども、あの速い展開のラリーの中でそういう細かい作業ができるのはすごいなと思います。だから皆さんにですね、そんな速い展開のラリーを、の中でですね、そんなことをするということはなかなかちょっと難しいですが、ゆっくりとしたラリーの中で打点作りの意識をですね、ちょっと強く持ってもらって、少しずつですね練習していけば、いい打点で打てればですね、いいショットにもつながりますので、このいい打点で取るための軸足の位置、それからうまく左手を機能させるというところにですね、ちょっと興味を持っていただいてラリーしてみたらどうかなと思います。